働き盛りの頃、男性は活力に満ち溢れています。物理的にも精神的にもすぐに健康を取り戻すことができ、スローダウンするような物事がないかのように感じられます。ですが、老いが来ると男性には様々な物理的、感情的な問題が見られるようになります。また、その過程で男性の機能にも影響が現れてくるのです。血の巡りや神経機能に影響を与える物理的な問題は ED を引き起こす恐れがあります。ですが、これは物理的な問題だけではありません。しかも若年層の男性にもストレスや不安、その他心理的な問題で体の機能が標準よりも低くなることがあるのです。夜の勃起が起きなくなるとペニスは刺激不足により収縮し始めます。ED はさらに別の心理的問題を生じさせることもあります。パートナーとの関係がうまくいかなくなり、亀裂が生じ、結果、躁うつ病に発展することもあります。ファロー酸フォルテなら、こうした問題の助けになれます。ファロー酸フォルテを使った治療で、使用開始から3日経過した頃には、すでに血の巡りが改善します。動脈、静脈、組織が広がり、ペニスの界面体が血と酸素を多く取り入れられるようになります。性的欲求が高まり、勃起の起きる頻度が増えて、勃起力の高まりとペニスサイズ増大を実感できます。今すぐお試しください。ファロー酸フォルテについて詳しくは www.faroosan.com をご覧ください。